な、これはマジで頭がおかしいわ。はい、車のお話坂戸店のコーナー出張編、はい、やってまいりました。8割出張ですけどね。8割出張ですね、はいはい、まあいいじゃないですか、楽しくていろいろなところ行けますし、はい、ひろきさん、はい、今日はここはもしかしてよくうちらでも走っております群馬サイクルスポーツセンターに、はい、今日はなんと楽しく走ろう実行委員会と、まあ、太田会が共同で主催している、うん、まあ、群祭のミーティングと壮行会に来ております。はい、はい、見てください、100万人いますよ。100万人はいない、100万人は言い過ぎ、はい、日本中にある GC8 とインプレッサー全て揃ってますから。100万人いたらなんか群馬県民ぐらいいるんじゃないですか。群馬県民全部ここいるみたいな。あ、それ大変な感じですね。まあ見てもらうと分かるよと、物品コーナーと、はい、あと屋台が出てるんで、まあ割と賑やかですよね。チキン美味しかったですね。はい、はい、ただなんか気持ち座る人が多いなっていう印象はあるんですけど、まあまあちょっと、はい、まあ、そういうもんですよね。そういうもんですね。群馬ですからね、はい、まあ、太田会っていうのはスバルの集まるなんかミーティングみたいなのやってる、うん、団体がありまして、まあ、スバルがメインなんで、まあ、どうしてもスバル車が多くなってしまうのはしょうがないんですけど、まあ、僕は好きあらば、まあ、プジョーいっぱい今度集めてやりたいなというふうに思ってるんで、はいはい、ちょっと楽しみにしてますけど、まあ、今回はまず、まあ、山中さん TGR ラリチャリに出るって聞いたんですけど、はい、ついに私ラリーに挑戦いたします。お、このライバー誰なの。このライバーよろしくお願いします。やだよ、なんでですか。怖いもん。怖い、ずっとサイド引いてていいじゃん。なんで教官みたいなこと言ってるんですか。サイド引いたら危ないでしょ。あとハンドルとブレーキつけといてもらえれば、左側にね、うん、それ教習所の車ですね。そうだ、危ない、それぐらいちょっと怖いんで、はい、危険ということで、まあ、ちょっと練習を兼ねてやっていきましょうよ、はい、でも今回見てください、ひろきさん、ついにラッピングが完成しました。贅沢じゃないですか。いやそうなんです、贅沢じゃないですか。だってもう初めてのラリーでこんな綺麗にラッピング、かっこよくラッピングしてるなんて、こんな贅沢なことないですよね。皆さん、初めて出た時俺真っ白のボロボロの GC8 っていう車に出て、はい、ラッピングなんかされたことなかったですもん。いや、まあ皆さんのご協力あって、おお、かっこいいですね。やっぱりなんか気持ち、なんかこっちの方がカラーリングかっこいいみたいな感じなんですけど、まあでも兄弟車みたいな感じになりましたね。まあ、まあそうですね、車格もあって、なんか確かに確かに、お兄ちゃんと弟みたいなね、はいはいはい、形になってますけど、いいじゃないですか山中さん、はい、そしてひろきさんは今日、今日は208ラリー4、なかなかドライでセットアップする機会がなかったので、うん、まあ、今回楽しく走ろう実行委員会さんの、まあ、総公開の枠をちょっといただきまして、でちょっとセットアップ次の、はい、京丹後ラリーに向けて、そうですね、してるような感じですかね、はいはい、そしてテストとさらにもう一台、もう一台、ね、これメインですからね、はい、どちらかというとこっち来てもらうと分かるんですけど、さて4リッター 2GZ フルキット、はい、フルキットですもんね、これね。そうです、ケースの、はい、前回セットアップして、まあ、土屋さんとかにも乗ってもらって、で、まあ、その最後の確認みたいな形で、まあ、乗っていこうかなというふうに思うんですけど、はい、まあ、雨が降る前に走りたいですよね。ちょっと今雲行きが怪しくなってきてるんですけど、だってもう黒いです、あれ絶対やばい雨ですからね。あれちょっと山中さんのね、普段の行いの悪さがね、ちょっと天気に出ててですね、はい、昨日の夜雨降ったんで、もう僕の悪い行い清算されました。あ、そうですか、はい、なんで、まあ、今日は80スープラ、なんとこれ、まあ、700馬力近いんですけど、はい、まあこれを乗って、さあどんな感じなのかっていうのをね、まあ、根強いファンいますから。まあ、そうですね、ひろきさんセッティングしてまだ乗られてなかったですね。そうなんですよ、はい、乗ってなかったんで、ちょっと今回乗ってみて、まあいろいろ確認がてら走っていきたいかなというふうに思っております。はい、はい、じゃあそれでは早速、じゃあまず80スープラから行きましょうか。そうですね、じゃあ80スープラから行ってみたいと思います。はい、はいはい、ということでひろきさん、はい、早速80スープラ見ていきたいと思うんですけれども、この左横にあるやつですね。はい、まずはやっぱり外装。外装あれですよね、これワイドになってるんですよね。はい、まあ、ワイドになってて、こちらは、はいはい、リドックス、オリドさんのホラーのエアロを装着しておりまして、はい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 、でホイールもレイズさんで、はい、でタイヤは、でタイヤは、はい、東洋さんのブロックセスの R888R っていうのが、うんうん、あ、有名ですね、はい、やっぱりね、パターンのかっこいいタイヤですから。確かにドリフトで有名でしたっけ。はい、あ、そうです、ドリフト用のコンパウンドもあるんですけれども、なるほどなるほど、こっちはどちらかというとドリフト用のコンパウンドよりも、まあ、サーキット用のコンパウンド、はいはいはい、っていう風になってますね。いいですね、またこの黒で、はい、変にゴテゴテしないでちゃんとしっかりこうワイドボディっていうのはまたこれかっこいいですね。そうですね、はい、そしてひろきさん見てください、このリアタイヤのサイズいくつ、読んでくださいよ。285、385、19か、あ、これ19なんですね。19インチなんですよ。あ、そうなんだ、はい、でか、285とか履いたことないですからね、はい、そして見てください、トレッドウェア100、100って何、100って何ですかね。100って分かんないけど、他のね、国産の有名なハイグリップは大体200なんですよ、はいはいはい、さらに柔らかい100と、はー、食います、それはそうですよね、は
はい、というまあ形で、まあ 前後ともまあ265と285をインストールしているというような形で、まあワイド化もさせているというような仕様になってますね。え、ちなみに中は今外装見ましたけど、はい、ブリットさんのセミ分け、はい、セミ分けを入れさせて、セットアップしてる時とやっぱ運転してる時の乗り味違いますから、セットアップって動いてない状態でやるんで、はい、あれですけど、はい、まあ、今回は乗れるということで、ちょっとブリッドシートのホールド性を確かめながらやっていきたいかなと、はいはい、まあ、あとはまあステアリングとかはまだまあちょっと暫定的な仕様にはなってるんですけれど、まあ、今回はあくまでテストという形なので、はいはい、今このような状態にさせ、はい、てもらってます。トラストのあれなんですね、ブーストも、そうです、あれもついてるんです、調整する、はい、あとはあのシリウスメーターもついてます。ああ、はいはいはい、はい、あれなんですよ、トラストさんのブーコンちょっと一回使ってみたいなと思ってて、はい、いや結構シンプルで、いや一回使ったんですけど、うん、すごい使いやすかったんですよ、うん、まあ他にもあの HK さんとかいろいろありますけど、そうですね、 HK さんもやりましたし、でトラストさんまだ使ったことないんで、うん、ただ初めて使いましたけど結構使いやすかったんです。あ、本当ですか。だからちょっと今度機会があったらいろいろこのセットアップも使用書みたいな形で見ながら やっていきたいなと、はい、まあ、使用というと、うん、ゆうさん見たいのエンジンじゃないですか。まあエンジンですね、ちょっと山中さん開けてもらっていいですか、はい、山中さん説明のほど。そうですね、まあ、まずまあ、もともとね、あの積んでる 2JZ っていうエンジンが入ってるんですけど、はい、うんうん、それもともとね排気量3リッターなのが 3.4 リッター化されていて、まあ、HK さんのキットがあるんですけど、そちらの方がまず入ってますと、はい、であとはあの GCG さんのタービンが、うんうん、これでかいっすよね。でかいんですよ。いや正直多分出そうと思えば1200馬力ぐらい出るターボなんで、はい、ちょっとあの普段乗りで1200ってあまり使わないんで、まあ、今回700馬力とかで抑えてますけど、はい、これでも抑えているってレベルなんで、はい、正直そこ知れぬエンジンのポテンシャルがあるのかなと、はい、まあ、あとはもちろんインジェクターとか、はいはい、あとサージタンク、まあ、燃料パイプ含めて、まあ、そこはあの燃料を強化してパワー出せる仕様にしているっていうような形と、まあ、あと今回ですね、あの車の方の ECU の方の制御はリンクさんのものを使わせていただいてて、ヒロキさんがねセットアップしたので、そうですね、もちろん分かってると思うんですけど、はい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 、あとサスペンションがこれは、うん、DG5、 あ、そうです、あのドリフトといえば藤野さん、あ、まあそうですよね、はい、いつもお世話になってます、うちの番組とつながりもある藤野さん、はい、あのウィステリアさんが制作している、まあ、DG5 ベースの車庫帳をインストールして、はいはいはい、まあ、サーキットから街のようにどちらも行けるような、そうですよね、はい、いやなんか普通その車庫帳っていうと結構短いんですよ、ストロークが短いんで乗りづらさとかあるんですけど、うん、この DG5 って結構ストローク、まあ、サスペンションも取り付けとか見てたんですけど、はい、ストロークが長くて、あ、乗りやすいんだろうなって思うようなもう 見た目なんですよね、はい、だから結構考えられて作られてるなっていうふうに思います、うん、まあ、そうです、まあ、あとはまあ冷却周りでまあインタークーラーもあのラジエーターも大きいものを装着して、はいはいはい、まあ、あの抜かりなくっていう、あ、まあオイルクーラーもついて雇用ラジエーターの、はい、まあ、しっかりアルミで作ってあるブロックのやつですね。はい、はあ、はあ、いいじゃないですか。ちょっと楽しみですね。そうですね、はい、まだセットアップしただけで乗ってないので、はい、ぜひあの乗ってみようかなというふうに思いますけど、皆さん聞きたいの音だと思うんですよ。まずエンジンかけませんか。あ、そうですね、はい、じゃあエンジンかけてみましょう。はい、じゃあヒロさん、はい、どうぞ、はい、おなじみのねトヨタの音なんですけども、そうですね、はい、スープラも一緒なんですね。お、はい、というわけでじゃあかけていきたいと思います。いや、いいですね。いい音がしますね。まあ、セットアップの時だいぶ聞いてますけどね。あ、そうですね。たくさん聞いてますよね。あ、もうたくさん聞いてますけどね。子守唄のように聞いてます。あ、まあ、そうです、そうです。はい、じゃあ、ひろきさん。やってみましょうか。乗りましょうか。はい。はい、スープラ、行ってみたいと思います。はい。なんか山中さんが後ろからついてくるって言ってるんだけど、これ大丈夫かな。おお、初スープラですよ。では。
ね、頭がおかしいわ。この車の仕様はやばすぎる。やべえな、これはマジで頭がおかしいわ。これはマジでやばい。これはマジでやばい。本当に。いや、俺踏みたくないですもん。これやばいわ。意味がわかんないもん。あれ2速でいいんだっけなみたいな。いいね、ラリードライバーを楽しませるのってのがいいんじゃないですか。はい、ひろきさん、あの後ろからおかしさですけど一瞬で離れてきましたよ。この車おかしいわ。おかしい。早すぎる。早すぎる。いや、あのね、乗ってるじゃん、はい。あ、でまあラリー車で、まあ、ラリー2とか WR か乗ったことありますけど、まあ、こんなもんだよなって大体許容されるんですよ、自分の感覚の範囲内で、感覚の外なんですよ。感覚の外。1速2速3速全部ドリフトするし、なんならずっとドリフトしてるし、あのね、景色の加速の仕方が違う、これはマジ頭おかしいですよ、褒め言葉。いや、でもでやばい、皆さん多分表情見たら分かると思うんですけど絶対楽しんでますからね、表情は。めっちゃ楽しかった。だから、申し訳ないのが前の車に追いついちゃって、あ、ごめんと思いながら、あの、決して煽ってたわけじゃないですけど、単純にこの80スープラがバカ速かったと、バカ速すぎたっていうだけなんで。いや、でもちょっと、いや、一周クリアラップでちょっと走ってみたいですね。でも2速までしか入んない、マジで怖くて。1、2、3まで入れたら多分180キロぐらい出そうで、まあ、ギア比的には出そうな感じしますよね、はい。いや、だって2速、3速でも振り切るもん、すぐ。これはおかしいわ。これはね、楽しいっすね。意味わかんないです。いや、意味がわかんない。理解の範囲を超えてる。だって皆さん700馬力近いんですよ。どうなってんすか、これ。これ4駆とかできないですか。できません。あ、そうっすか。違う車で作りました。これはいいっすね、はい。いやいや、楽しい楽しい、はい、はい。いやいや、いい車っすわ。もう言葉が出てこないもん。ボキャブラリーがないっす、なんて。いや、それは見ててわかります。でも実際その、まあ、結構滑らせたりとかしたじゃないですか、うんうんうん、足回りとかどうでした。足回り結構しなやかで、うんうん、あ、トラクションもかかるから、こう PT 差がなくてしっかり沈んでトラクションかかっていくから、すごいいい足、うんうん、だ、初心者の人が乗っても全然、はい、あの、乗れるかなっていう足でしょ。この群裁の結構バンピーな路面でもいけちゃう、うん、あ、全然全然大丈夫、問題なく。サーキットも楽しみですね。そうっすね、サーキットでちょうどいいぐらいじゃないこれ。ああ、なるほどなるほど、うんうん、じゃあ次はぜひ。すいません、ディレクターさん、サーキットもよろしくお願いします。お願いします。お願いします。はい、というわけで、はい、80スープラのインプレッションということで、ひろきさん大興奮となりました。はい、大興奮ですよ、これ、はい、いや、これマジでこう永久保存版ですもん。永久保存版だって、軍災で700馬力で走るスープラなんて多分今までない。なかなかないですよ。やばい、はい。いや、楽しかったな。いや、ありがとうございました。ありがとうございます。車のことならアヘッドモーターサービス。あなただけのこだわり。車の競技、カスタムチューニング、新中古車の買取販売ならアヘッドモーターサービスへ。車の話番組 YouTube では未公開映像や特別映像を公開しています。チャンネル登録お願いします。